さて、あれからしばらく経ちまして、我々もここまで舞台を差し向けているんですよね。こっちもね、舞台送っているんですが、ここ朝倉祭がいるんですが、もともとは岩正寺さん入れていったんですが、とうとうお亡くなりになられたんで、一舞台というのもなんだなと思って一旦ね、交代させています。なんで五詰め要員として影則とあとは菊さんをつけております。で、こっちはまずは朝倉総敵16,500、さらには友さんとあとは吉影くんも加えています。こっちは吉房、畠山系の家臣団、あとは信長と被ってはいますが、ここに斎藤道三がいます。で、残りの越前の部隊とかは、越前と若狭の部隊でこの辺を守っていく、攻めようと思う人はいないか、旗野さんぐらいはこうかいくぐって後瀬山に来そうな気はするが、ここまで来ておりまして、武田も相変わらずガンガン攻めているっちょ。ちょっと下がっているようにも見えるが、こうやって攻めておりまして、今川家がね、ここ相模を取ろうとしているんですよね。あとは伊豆半島かな。ですが、どうやら氏康が戻ってきて、こうやって小田原を攻撃中。小田原はどうやら吉高がいるんですけどもね、そこを我々はかすめ取ろうと虎視眈々と狙っているわけではあるが、待機せよ。お砂立つ、大丈夫それ、420で入る。でも無理でしょうこの舞台で小田原落とせまい。そろそろじゃあ我々も向かおうか。こっちは大舞台、兵糧もまだまだ持つ。承知いたしました。道さんだけはこっちから行こう。信長さんもここまで動かす。かしこまった。さあ攻めますよ。まずは小田原城、この総敵目が手に入れてご覧に。お、信勝生まれたか。生まれたんじゃないの元服だ。表彰を始めましょう。先月の終始です。現在51年になっているわけだ。なんか補助金やられそうな気がするなそれでも従属先は多いですからね。これで北条家がボロボロになったら、この辺独立してくれると面白いんですけれどもね。こっちはこっちでのんびり、越前の方はしている状態。武田さん、兵数は18万か。それでも相手の名手である伊達家は攻めようとはしていない。北条こんなところにいるんだ、大道寺さん。では小田原城を取っていこうではありませんか。結局は私武田に協力しているんですけども、美味しいところばっかり取っていくという。ついでに富永さんがいる韮山も取っていこうか。一人で配送していくか。ならばこれで攻撃。承知いたしました。続くのじゃ。信長さんもこうやっていきましょう。承知。もしくは足止めでもいいかな。氏康が帰ってくるぞ、信長。こうやって相まみえることのなかった2人がこうして戦う。兵力差は10倍。行くぞ。さあ氏康どう来るか。かかれ。激しくぶつかり合う。川越野戦のようにはいかぬか。じゃあな。出陣するぞ。出陣します。吉高どうする。その兵力で応戦するか。我が道を開けよ。敵将捕獲した。風魔小太郎捕獲か。小田原城どうだろう。一応総敵さん工場を覚えさせているんですが、あとはね、ついでにね、朝廷工作も溜まっているんで、能登の神を賜りました。まだまだ工作で信用が増加しやすくなるぐらいか。知略111か。木を提供ですか。どうせなら米が欲しいな。じゃあこの3人で落としていきますか。
調子なら落ちるまで2ヶ月ぐらいかかりそうだ。今川家がちょっと頑張ってくれてはいたが、こっちは吉房と道さん、もぐら攻めは使えない。あ、ここの門は突破できているんだ。お任せください。じゃあこっちまで行きましょう。総敵さんの方だけもぐら攻めで行く感じかな。相手は里見義隆。で、おじいちゃんはこっちから合流していこう。敵城門突破しました。里見一門が守っているか。行きます、かかれ。ならばちょっと前進しよう。かしこまりました。前進できぬか。規制崩しとかは入らないかな。これで終わらせよう。結構吉影いい声だな。これで決まりだ。門に張り付いているからな。もうちょい接近したいんだよな。ならばローレン。お任せください。承知いたしました。利感があればよかったが、多分信長の方につけているのかな。じゃあ規制崩しに魚で。正々堂々勝負せよ。引け。よし、あとは里見義弘。ふむ、まだ持つか。そしてもう一部隊いるな。こっちも奥義一戦あるんですけどもね。行きます。おお、来たか。一瞬で溶けていったな。じゃあこれで小田原城陥落ということでいいかね。信長さん、大丈夫？我らには勝てぬぞ。富永さんのニラ山は兵力は5800、多いな。じゃあ一旦玉縄の方に行くか。信長さん、助けてあげましょう。もしくは小田原城を狙っているならば、じゃあ総敵さんだけこっち、まあ、一旦全体選択小田原城で、総敵さんだけ韮山に向ける。あなたのためになるのなら出るとするか。おう、義経も元服。先月の終始です。急いで武将入れて守らせた方がいいが、誰を入れようか。ちょっと距離はあるが、こっからここ女子たちを送ろうか。さて、兵糧はまだまだ持っている。さあ、小田原取り返しに来るか。ちょっと前進してきてはいるが、トキさんだけは向かってくる。あ、結局韮山の方に行くのね。で、結構難しいルートを通ろうとするんだ。そうだな、じゃあこの辺の部隊はもうまとめて韮山攻撃に移りましょう。お任せください。やるとしようか。こうやると飛び地で朝倉家になっているが、兵力は10万か。で、わらわらと韮山に向かってこない。もう北条さん何がしたいんだろうか。まあ、多分こっちの方に来た方がいいんだろうな。で、こっちの五詰め部隊も到着している状態。彼らはどうしようか。こっちはこっちで川越を攻めているんですよね。じゃあちょっと通りづらいが、一旦八王子。かしこまりました。お任せください。報告いたす。先月の終始です。おう、朝倉系が元服したが、まだまだ浪人もいるか。お、マガラさんか。さて、では韮山落としていきましょう。相手は富永さんしかいないんだ。
駄にするでないぞ。お、まだ撃って出ようとする勇ましいが、ものすごい気遣われているな。あんまり無茶はするなよみたいな感じか。この城はこういった感じ。まあ攻めるとすればそこしかないな。お、父さん来たか。まあとは総敵先生に任せましょう。さあ1万4000の大部隊でモグラ攻め。皆さんは動かなくていいんですよ。あとはこのわしに任せたまえ。まあでも富永さんしかいないからな。もうこっち行こうか。覚悟は良いか。城門を破壊しました。全てを込める。退却する。ふむ、残念だったな。命を無駄にするでないぞ。彼らには勝てぬぞ。よし、これで伊豆は取った。下田城はこの時はないんだ。まあいいや、黒人衆たちはこの辺はを服属している状態。こっちは独立性か。ならば小田原を経由、次はこっちを攻める。この辺は忙しいことになっているな。ちょっと手助けしてもいいんだが。承知しました。かしこまりました。まあ米は大丈夫か。じゃあちょっと横から混ぜてもらいましょうかね。おっと、南を見ると突っ込んでくる部隊がいる。一体誰だ。北条宇多さん。だが引いていく様子、目の前の部隊の数に恐れをなしたか。ふむ、風魔小太郎さん捉えていますが、ここ風魔数あるんですよね。でも風魔小太郎さんは別枠として、まあ武将枠として出ているんだ。じゃあ横からちょっとお邪魔しましょうか。実はこれを狙っていたという大合戦。進みましょう。おお、朝倉菊さん総大将いいんですか。安田さん、あとは馬場さんもいる。三木さんに、あとは板垣さん。お、さらには後方から内藤さん、黒人衆に、あとは神保さん。相手は笠原、遠山、時、酒井さん、足利さん。兵力差はこっちが大きいが、まあ何もしないというのもあれだからな。まあ一応前進ますよ。影則はこっちの総大将である菊さんを守ろう。始めるか。あとは武田家がどういう動きをするか。安田さん援護してあげようか。こっちは笠原。遠山さんが向かってくるが、でも見ても1万7000のうち半分以上はこの2部隊なんですね。で、後ろから奇襲をかける内藤さんたち。始めようか。さあ武田、朝倉、連合。全てを込める。引け。まあ実の息子ではないが、総敵の養子の影則。ならば方向、待ってください。トキさんを攻めますよ。承知しました。ここが引き際のようだ。これで決める。おお、奥義戦を持っていたか。残り500の兵力でどうするか。こっちはもう乱戦系ばっかりだな。まあ強化終わっているからいいか。まだまだ遠山さんは倒しませんよ。我が先、貴様に生きれる
お、遠山さん混乱。やったが怒号持ちだった。なかなかやるね。こっちはもう遠山さんを攻めよう。で影乗り隊はこっち。意外となんだかんだ言って舞台持っているな。内藤さんはちょっと厳しいが、安田は敗走するか。ならば時の声。遊佐秀頼っていうんだ。対決せよ。安田さん交代。やってくれるな。よし、この大合戦は我々の勝利。川越の戦い。まあそれでも先方をゲッチュしたからいいか。ならば川越取りましょうか。せっかくですものね。こっちはこっちで舞台が激突。こういっか。かしこまった。お任せください。で斎藤道さんもこう向けよう。お任せください。さらには小田原からこの朝倉ガールズ、打ち抜けと規制崩し追い打ちか。戦場で華麗に舞いましょう。キクしおり夢。結局大合戦で武田の助けをしても結局こうやって川越城を攻めて横をかすめ取っていくという。お、236の板垣さんどうやら交代する。ならば川越この朝倉家がいただこうではありませぬか。行くぞ。影乗りはこっち。おきくさんはこっちかな。かしこまりました。敵の増援も来ているから気をつけよう。会えるぞ、かかれ。できればあと1部隊来てくれるといいんですけれどもね。敵さんが攻めてくることを考えれば耐久は残しておきたいが、でもなかなか硬いね。かしこまりました。そういくならばちょっとこっちから行こうか。お任せください。お任せください。上杉智貞、まあ、本来ならば川越野戦あたりでね、なくなると思うんですけれどもね。攻撃の手を緩めるなよ。どうせあと4年ぐらいしたら総敵さん亡くなるんで、その後の朝倉家をこの影乗りは引っ張っていかないといけないんですよ。方向勝ちます。かしこまりました。お、向こうも方向を使う。だが種吉敗走。これで川越城陥落。敵将捕らえたり。目の前まで迫っていたか。これは恐ろしい。あなたに勝ち目はありません。でそう来るんですよね。お、こっちはピヨっているか、大石さん。じゃあこっちは守っていこう。まだまだ敵部隊も来るからな。進め。落としたすぐなんでこの状態か。相手は綱重。承知いたしました。かしこまりました。綱重はそっちから来るか。ここを経由してきそうだ。一応警戒してこっちにもつける。大きくさんはこっち。お任せください。さ、綱重さんはどう来るかな。かかれ。お、次期八幡はそっちから来る。ちょっと食らっているか。コブ。でも相手のダメージ少ないな。逆にこっちが多い気がするな。菊
ちゃん頑張ってくれよ。全然減らない。これが我が魂、我が覚悟。さらには東条宇多さんが来る。こっちの兵力が少ないぞ。我が先、貴様に見切れるか。かしこまりました。綱重はどう来るんだろう。参りましょう。我に続け。お、だが援軍が来た。武田の援軍、これは助かる。小畑さんが来た。承知いたしました。ならば小畑さんに、この北条軍の背後をついてもらおう。こっちはどうかな。城門が破壊されました。城門が破壊されました。こっちの部隊をうまく足止めできればいいのだが。かかれ。我らが攻めに耐えきれるか。影則はそういこうとするんだ。ダメだぞ。小畑さんはこっちを狙うか。綱重と影則は戦はしていない状態で、側面から小畑さんが来る。影則の方に来るか。お任せください。覚悟を決めよう。方向を使う。承知しました。ならば受けて立とう。こっちも方向。諦めてください。でさらに追い打ち、そして鼓舞。これで強撃。こっちは小畑さんになんとか足止めしてもらおう。中断はしない。影則持てよ。結構は相手は強いからな。厳しいとは思う。皆の命を私に預けてください。おっと、影則混乱。敗走するか。だが綱重はなんとか倒した。かしこまりました。あとは小畑さんと協力。門は開いてしまっているかな。開いてしまっているか。ならば交代。お、なんとか閉じている状態。ならば戻ろう。いや、激戦だな北条家。もう門は持たんぞ。交代。承知いたしました。敵が城内に侵入しました。あと残り800人。これで終わりよ。いや、まさか武田が助けてくれるとは思わなかったな。これでもこれでも縁組は結んでいるからな。さらには大合戦にて協力して北条家を倒している。承知いたしました。玉縄の方はどうなっているんだろうか。まあ、多分方位には入っているとは思うが、もう行くか。あなたに見切れますか。引きましょう。ふう、倒した。あ、よかった。影則君は討ち死にはしていない。武田結構来ていたんだ。お任せください。一旦川越にいよう。でこっちは、お、方位に入っている。表情まで時間はあるから方位していこう。ここで終わってください。吉草はモグラ攻めは使えない。使えるのは総敵先生のみ。ならばモグラ攻め。こういう平城系が結構苦手だったりするな。
山城だったらこうね、潜らせ目があれば簡単に行けるんですが、とりあえず門を開けてあげようか。信長さんはこっちから回り込もう。敵城門突破しました。よしふさは一旦こっち。隠れ、城門を破壊しました。引き際わきまえねばな。城門を破壊しました。で、門を破壊しながらよしふさに合流。かしこまりました。これで決めます。相手は石巻さんっていうのかな。城門を破壊しました。まあ多分戻ってきている途中だろう。かしこまりました。行きます。ここは引きます。よし、これで陥落。我らには勝てぬぞ。こういった感じになっているか。岩村城がボコられているが、まあ我々はどんどん進もう。お任せください。やるとしようか。現在5部隊いる状態なら、総敵先生は岬、あとは菊さんもつけよう。攻められている曲が鳴っている。おそらくは玉縄か。こっちも部隊が減っているならば入場。さあ、北条家の城は4つ取っている状態。我が軍略をお見せしよう。かかれ、出陣するぞ。1万900、甘かすか。助け立ちいたす。一応ね、調略もかけてはいるんですけれどもね、相手が岩村にいまして、そこを武田がガンガン攻めているんですよね。お、北条氏康に被験するほどの名声。表彰を始めましょう。報告いたす。でも北条さんやられそうですからね、そこまでそこまで今のところは嬉しくはないかな。